出る出る出る。おはようございます、釣り子 TV です。釣り具屋さん覗いたらね、こんな面白いルアーが売ってましたよ。まあこのルアー自体はね、往年の名作中の名作、D ゾーンなんですけどね、エバーグリーンのやつですね。これのですね、山下健二郎の釣りベース、コラボカラーっていうのがね、なんか釣り具屋さんに並んでいて、で、これね、サイズが2分の1オンスと8分の3オンスっていうことで、これちょっとどっちのサイズもよく使うからなっていうことでね、2つ買ってみました。はい。というわけで、すごいですね。3代目 J ソウルブラザーズカラーのエバーグリーンのルアーが発売してたよっていうね。これすげえなーと思ってね。なんというか、不思議ですよね。まあ自分はね、男子なんでなかなかね、3代目 J ソウルブラザーズね、そんな、キャー大ファンっていう感じではないかもしれないんですけども、ただね、色がかっこいい。すんげー渋いカラーだなーなんていう風に思ってね、これはーっていうことで買ってみましたよね。このブレードがね、こう黄色表の裏黒ね、こんな感じのブレード、特殊なカラーになっていて、で後ろのところもですね、黄色と黒でこうなんだろう、デザインされていて、でね、裏なんとね、山下健二郎の釣りベースね、エバーグリーンね、このダブルネームだよっていう、こういうね、ステッカーがついてきちゃう。ね。お値段はね、1500円でね、通常のディーゾン据え置きでね、こんなモデルがあるんだなと思ってね、思わず買ってきちゃいました。最近ね、ちょっとね、動画に出てないですけどね、確か、メグタスなんかもなんか3代目 J ソウルブラザーズの T シャツとかよく着てたから、ファンなのかな、どうだったっけなっていう感じなんですけども、いやーこれね、ちょっとすごいですよね。なんて言ったらいいのか、こういう時代になったんだなっていうね。早速ね、ちょっと使いそうな重さから、使っていきたいななんていうふうに思うんですけども、これね、釣り具屋さんに並んでいたら買いだと思うんですよね。こうシールがついてくるし、色もかっこいいしっていうことで、ね、三代目 J ソウルブラザーズさんはね、本業の方のね、船の仕事の時に、プロモーションビデオとかね、一回昔撮影したことなんかあってね、その時は山下健二郎さんのパートじゃなかったんですけど、まあ、エリーさんか、そんな感じのパートの撮影のお手伝いしたことがあるなって。あとね、結構ね、朝の情報番組でうちの船に乗ってくれて、で、シーバス釣りやるよなんつってね、目の前で短時間でサクッとね、すごい速さでシーバス、はい釣れましたって感じでね、釣っててね、まあちょっとお遊びでね、せっかく釣り好きだからなんていう感じでやってみたんですけど、 あっという間にパンパーンってこうね、復古サイズ釣り上げて、すげえ人だなって、ガチの釣り好きの人なんだななんていうのは、感じておりましたが、まさかまさかこんな感じでエバーグリーンコラボレーションカラーが出るとはね。D ゾーンに限らずね、これ以外にもね、いろんなね、エバーグリーンのプラグでコラボしてもらいたいですよね。個人的な希望としては、最近復刻が予告されている、アマゾンペンシル。ねえ、アマゾンペンシルの山下健二郎の、釣りベースコラボカラーなんて出たら、それはそれでいっぱい買っちゃいそうだな、っていうふうに思うんですけども、何にしてもね、こんな感じの面白い展開がね、スタートしているっていうことで、今後の展開も楽しみになってくるんじゃないかなということで、がぜん注目ですね。はい。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら。D ゾーン、エバーグリーンの名作スピナーベイトですね。そこに、山下健二郎の釣りベースコラボカラーが登場したよ。それを買ってきてみたいって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。